愛知トリエンナーレ2016映像プログラムを担当しています、キュレーターの越後屋隆です。今回は、監督が湊千尋さんという写真家の方で、文化人類学的なこうリサーチとかですね、そういったようなのをベースに作品を捉えている方なので、映像プログラムにもですねそういった、要素が反映されていると思います。地域も、作家の年代層も、それからジャンル、メディアですね、非常にこうバランスよく、全体をですね映像のこう領域を俯瞰するような形でプログラムが組まれているのが特徴なんじゃないかなと思っています。今映像っていうと非常に幅広くて、展覧会に行っても映像作品というのはよく目にするんですよね。でそれとは違う、映画館のような空間で見る映像というのが何なのかなっていうことがですね、やはりこの映像プログラムのポイントになってくると思うんですね。リュミエール兄弟っていう映画を発明した約120年前と同じ形式で今もなおこう映像が見られているというですね、そういう中で新しい表現を開拓していっているという、そういう人たちのですね、試みをぜひこう体験してもらいたいなと思っています。